ちょっと。いつもお世話になってます。岡林先生です。すみません。同時期も使わせていただきます。ありがとう申します。この度ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。前回インフルエンザで来れた。あ、そう、大丈夫です。大丈夫です。すみません、本当に。招待していただいたので。今日お会いできて嬉しいです。嬉しいです。お願いします。お願いします。本物や。ねえ。こんな有名な今日は岡林選手からユニフォームプレゼント。ありがとうございます。まず、あやめさん。はい。はい、ありがとうございます。え、かっこいい。これなんで22番なんですか？あの、本当にお恥ずかしい話なんですけど、私の猫ちゃんが誕生日でっていうのと、あとあのエンジェルナンバーっていうやつがあって、みんながこれを見たらラッキーになるっていう番号なんで、みんなお幸せに22番にしました。ありがとうございます。いただきます。やったー、かっこいい。すみません、その番でゼロ、なんでゼロなんですか？何もない時こそ本当の自分があるっていう。みんなそんな思いこもってるんだ。みんな。タクトさん。来る時なら好きな番号です。あ、30番。好きな番号です。あ、僕30番じゃないですか。僕30番。イナさん。これも好きな番号ですか？これラッキーセブン。あ、ね。一番シンプルですね。シンプルでいい。嬉しい。すごい。これを背に今日は頑張って頑張りましょう。よろしくお願いします。しっかり頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。お渡ししていただいて。はい。ありがとうございました。小林さんのマウンドから投げるアドバイスみたいな。アドバイス。そう、緊張するんですよ。そう、投げます。僕多分キャッチャーするんだ。思いっきり僕めがけて投げていただけたら怖すぎ。うわ、かっこいい。やばい、超失礼じゃないか、プロ野球選手。やっぱ男の子、一度はプロ野球選手になりたいと思って。僕も野球少年だったんで、ちょっと憧れがあって、野球をやめて音楽の道に進んだんですけど。頑張ります。よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、お願いします。お願いします。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここからのお時間はサンクスシリーズ特別企画としてセレモニアルピッチを実施いたします。本日セレモニアルピッチを務めていただきますのは、ハイブリッドロックバンドアリアさんのメンバーで、作曲、ギターを担当されているエレンさんです。皆様、大きな拍手でお迎えください。そして、キャッチャーは岡村慎之選手、バッターは小原です。それでは、エレンさん、ご準備はよろしいでしょうか？それでは、投球をお願いいたします。続いてフォトセッションを行います。
エレンさん、アリアの皆さん、ありがとうございました。この後のミニライブもよろしくお願いします。以上、セレモニアルキッズでした。サンクスシリーズ特別企画として、アリアさんによるミニライブを開催いたします。アリアさんは2018年7月に結成、圧倒的な歌唱力と演奏力をベースとした各楽器を生かした幅広い音楽性で国内外から注目されているハイブリッドロックバンドです。ドラゴンズ岡林勇輝選手の登場曲であるかくれんぼ、シンデレラストーリーなどを歌っていることは、ドラゴンズファンの皆様にもご存知ではないでしょうか。それではアリアさんのミニライブでお楽しみください。試合に先立ちまして、国歌独唱を行います。本日、国歌独唱を務めていただきますのは、ハイブリッドロックバンド、アリアのボーカル、あやめさんです。国歌独唱。ありがとうございました。ありがとうございました。たくさん登場いただいて、試合前盛り上げていただいてありがとうございました。めちゃめちゃ逆にお邪魔しました。お邪魔しました。どうでしたか、こう感想としては。いや、ドラゴンズファンの皆さん熱いですね。
まあその登場曲で使っていただいてるのもあって、あ、知ってるって方もいたと思うんですけど、なんかそれ以上の熱というか、なんかこう全力で野球を楽しもうとしてる方が本当にいっぱいいらっしゃって、なんかそこにこう私たちも応えていかなきゃっていう風に曲歌わせていただいたなっていう、本当にいい思い出と、あの貴重な時間をいただきました。こちらもありがとうございました。貴重な歌声と、そしてセレモニアのピッチもありがとうございました。めちゃくちゃ緊張した。緊張しました。早かった。93キロとかって言ってたね。120を目指して今日から頑張りたい。またリベンジの機会はドラゴンズで、じゃあぜひ。まあ冗談っぽく言ったんですけど、でもなんかこう野球少年だったんで、あのマウンドに立つこともどれだけ大変なこととか、あの流れてきた汗とかね、すごいたくさんの熱量があるところに、まあ、なんか僕みたいな人がね立つのはちょっと失礼だなと思いながら、なんか本当はこうそういう緊張感もあって、ちょっとなんかそんな中で温かく皆さんが迎え入れてくれたのがすごいなんか嬉しかったなと思います、うん、あそこに立って岡林選手がこう打席に入るとき背中を押していただいてるんですけど、毎回こうあの登場曲、岡林選手の登場曲だってな、どういう形でこう皆さんの耳には、私はもう SNS で、ね、SNS でみんなが最初はそのドラゴンズファンでアリアのことも知っていただけてる方が、SNS で使われてるよっていうのをつぶやいてるのを見ていて、あ、そうなんだから始まってますよね。なるほど、あ、うん、そうやって指に入ったんですね。そう、SNS から、ファンの皆さんから。なるほど、なるほど。いや、嬉しいですね。シンデレラストーリーも使って始めて、本当に好きじゃんっていう。いや、なかなかコアですよ、本当に。そうですね、今年からまた使ってというところで。はい、嬉しい限り。実際に岡林選手、そういう使ってるっていうのは知ってたと思うんですけど、会ってみて今日どうでしたか、こう印象とか。どんな印象でした、僕たちがリハーサルで朝、入った時にまだ誰もいらっしゃらない中で、小林選手は僕たちの様子を見に来ていただいて、そのベンチでその静かに座って見ていってくれて、その後にこの僕たちが着たユニフォームを直接お渡ししてくれたのが、すごいなんかこうすごい気持ちをなんかあったかいなと思って、そのみんな選手いらっしゃらないのにこんなに早く来て、だからすごい大事にしていただけてるなと思った時に、なんか頑張ろうと思って、いや、思いました、本当に今日ね、本当に素敵な日に、歌わせていただいたんですけれども、本当に野球のこの球場が本当に、なんだろうな、野球が好きだっていう気持ちと、なんか熱をすごく感じて、その熱で私たちもなんか楽しく歌うことができましたね。音楽と野球本当に似てる気がしていて、その私たちも一緒にこうチームで、こう何、音楽を作ったり音楽で楽しんだりっていうことをしてるんですけど、野球も本当にこうね、みんなでチームになって、まあ、ファンの人もそう、みんなで一丸となって応援してっていう、それをなんかすごく似ているものだなと思っています。その何だろう、パワーだったり、その2つのもののなんかパワーがこれからもなんかいろんな人に届いて、もっともっとこう楽しい空間がより、いろんな場所で、行われたらいいなと思っております。そして、今日ね、見てくださっているドラゴンズファンの方とまた一緒にね、音楽できる日を楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと野望な質問なんですけど、これからもドラゴンズと岡林選手を応援していただけますか？もちろん。知らんです。知らん。もちろんです。いいんですか、逆に。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。すごい嬉しかったね。で、なんかね、サインボールもいただいて、そう、まあ、俺お返しと言ったなんですけど、非売品 の、 ピックがあるんですけど、これプレゼントしたい、選手、僕たちに会った人しか、そうね、直接渡しないんで、これ売り物じゃないんで、なるほど。これ
家族で楽しめる分ぐらいの枚数ちょっとこれを僕が受け取っていいですか？お願いします。しっかり渡しておきます。ありがとうございます。すごい思い出とし、あすごい、ね、この1個削れてるのがあるんですけど、はい、これ今日引いたやつなんで。あー、わかりました。じゃあこれは本人の一番近いところに嬉しいかわかんないですけど、ちゃんと渡しておきます。ありがとうございます。お願いします。